Alright. Hey, chotto matte, chotto matte. Hey, Callum! Callum! Come here, come here, come here. Hey, New Japan World, listen up. He ain't no, just no black trunk wearing young boy. No, he's our young lion. And what you are, what the United Empire's young lions are doing, they're trained to be killers. You saw out there, this man went toe to toe, speed for speed, kilometers per hour for a kilometer per hour against the IWGP Junior Heavyweight Champion, and you couldn't keep up with this man. No, no, no. Now, what I'm saying is, the United Empire, we're like butter, baby. We're on a roll. Yeah. See, in a few days' time, Kobe, this man right here is gonna kill a dragon. This man right here, whoever you put in front of him, he may eat him. Captain Cook, come on down again, baby. And this man right here will do whatever he wants to, whenever he wants to. And myself, Naito, I will end you. I will open your eyes. I will make you see that that contract that you have is coming to me. To me. The United Empire runs New Japan. Nobody can stop this momentum. How'd you feel? That was the best debut I've seen in Japan in all my time. You almost had Tsuji. You outran Hiromu. Good shit, brother. Good shit. 問題ねえよ、おい。通じがよ、ラストなんて言ったかわからんのよ、処刑してよ。ギデオンどこだよってよ、おい。あいつはよ、カルム倒してよ、調子こいてんじゃねえか。オスも倒したけどよ、貴様なんかよ、リージョンにいた頃よ、ギデオンとヨの下にいたんだぞ。おい、それはビッグノーズになってんじゃねえか。まあ、貴様はよ、オスペが処刑してやるよ。そこ、高木、いや、確かに G1 結果残せなかった。でも高木もそうだよな。でもな、要は貴様を出すメリットがね、貴様元 IWGP 世界ヘビー級チャンピオンだったな。貴様を処刑すれば G1 優勝と同じぐらいの結果が出る。貴様にもチャンスをくれてやろう。よう、エンパイアを倒す神戸で、ようとコブとオスプレイとエンパイア VSロースリングで。どうぞ。何かあるか？ I'm sorry. No, 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 no,You know what I'm coming for next. Okay. Because we run the world. Tsuji はギデオンにお尻ペンペン、高木はヨの足をペロペロだろうな。What he said about Naito too. Go the All Blacks! ナマコであるのは今日だけですよ。どうしてナマコなのか、そこまで深い理由は別に話さなくても大丈夫です。ご自身で調べてください。さあ、それよりかそれよりか大問題ですよ、これは。これは大問題だ。どんどん取り上げてくれ。これを題にしていろんな記事を書いて取り上げてくれ。どうしてリオとマイク・ベイリーはいないんですか。全然来てくれないじゃないか。寂しいぞ。何も相手がいないっていうのは寂しいぞ。スリーウェイ、まあね、これはね、あの X で見た限りだけどね、 X で見た限り、もうこれはこれはスリーウェイ、まあスリーウェイというか、このウェイというものが嫌われてるね、なかなかね。日本人は嫌う傾向があるのかな、このウェイっていうことに対してね。ウェイでタイトルマッチをやるってことに対してこうね、嫌われてるのがね、すごい残念だな。このウェイというものがどれだけ面白いものなのかっていうのは、まあね、彼ら2人が、まあ、きちっと見せてくれるでしょう。ただね、それまでのこの道中、この長いシリーズ結構ありますわ。すごい試合数、
すごくいろんなところに行く。それで、まあリオはね、途中から参加するのかな。ベリーに関しては最後の最後まで来ない。これはね、悲しいですよ。あのね、まあいろんなスケジュールあるでしょ、いろんなスケジュールあるでしょうけど、いや、俺は本気で IWGP ジュニアを取り行くんだと。もっと本気になってほしかった。それはね、忙しい売れっ子っていうのは分かります。でもね、このベルトっていうのはね、何よりも優先になるはず。まあ1年前からここら辺のスケジュールが決まってたとか言うのであれば、それはもう何も言えません。でも寂しいです。待ってます。急なカード変更構いません。待ってます。もうなんならね、このウェイの面白さを、ね、広めないといけないと思ってるんでね、もう全部カード変更して全部ウェイでもいいわ。それぐらいの気持ちでいますよ、チャンピオンとしてね。まあ頑張ります。はい、一個思い出したことがあるよ。戦っていてね、一個思い出したことがあるよ。ニューマンっていうのはね、あれはなんだい、ジュニアヘビー級なのかい、ヘビー級なのかい。あのスピードはジュニアヘビー級のものだろう。いや、ニューマンね、面白いなと思ってね、このままあの二人が来ないとチャレンジャーがニューマンになっちゃうかもよってことをね、リング上で感じてね、さっき言おうと思ったんだよ。でもね、忘れちゃったんだよね。一つ、新日本プロレスに言わせてほしいのが、なんで今日ここにオスプレイがいないのかではなく、なぜここにギデオン・グレイがいないんだ。オスプレイはまた首が痛い、腰の調子が悪い、いろんな理由つけて言い訳してくるだろうから、タイトルマッチまでにゆっくり休んでもらうとして、ギデオン・グレイ、なぜお前は日本に来ない。もう新日本プロレスで戦うことをやめたのか。俺はお前が来るのをずっと待ってるんだぞ。いよいよロードトゥデスタクション始まったな。俺は 9.24 神戸ワールド記念ホールにてオーカウントのスペシャルシングルマッチが組まれてる。そうだ、神戸だ。神戸といえば岡本ちゃん、神戸といえばなんだよ。そうだよ、俺にとっては第二のふるさとだよ、神戸で。恥かくわけにいかねえからな。まあ、G1 ではヘナレに負けて、先月末ロンドンではオスプレイに負けた。これ以上エンパイアに負けるわけにいかねえ。必ず王冠を乗り越えて再びチャンスをつかんでやるよ。それにしても昨日の長渕たちのライブは最高だったぜ。最高にパワーをいただいた。俺たちプロレスラーももっともっと熱い空間を作らなきゃな。そのためにもこのシリーズは今まで以上に元気あさずに暴れ狂ってやるぜ。見ての通りぐちゃぐちゃにされちゃったけどさ、俺は本気だぜ。この権利書をかけて9月24日神戸ワールド記念ホールでジェフ・コブと対戦しますよ。この権利書がどれだけの力を持ってるかわからないよ。新日本プロレスが認めるかどうかもわからない。でも俺はこの権利書を持って2024年1月4日東京ドーム大会のメインイベントに立つし、9月24日神戸ワールド記念ホールジェフ・コブと対戦し、そして勝ってみせますよ。俺がもし神戸で負けた場合、この権利書をかけたリベンジマッチはやらない。 G1 クライマックス優勝者に勝った男として2024年1月4日東京ドーム大会のメインイベントへ進んでくれよ。コブのメリットと俺のリスクをかけた
神戸ワールド記念ホールでのスペシャルシングルマッチ。どうだ神戸、いいアイデアだろ。コブのいい返事を待ってるぜ、カブラン。